う、久しぶりだな坊主。お、兄ちゃんやんか、元気しとったか。おう、元気元気。今日はどないしたん、なんかワイに言おうか。ああ、火山道の入り口あたりの道をガラクタが塞いでるんだけど。それをどかしてくんねえかと思ってさ。なんや、そんなことならお安いご用や。ジャンクが手に入るんならこっちも願ったり叶ったりやし。な、サンディ。よっしゃ、ほな早速行ってくるわ。兄ちゃんらが来る頃には片しとくさかいな。うお、すごい勢いで走っていったわね。私たちが来る頃には片付けておくって言っていたけれど。そんなにすぐ片付くものなのかしら。さあな、とにかく俺たちも行ってみようぜ。ジャンクはほんの朝飯前や。言うたらおめざやね。どうもありがとね。ってワイもジャンクが手に入ってホクホクやし。よし、これで火山道へ行けるぞ。おっちゃん元気ないで。わい、なんか余計なことしたか。良いのだ、お前はお前のなすべきことをなしたまでだ。ライガ、何カッコつけてるの。早く賢者の塔に行くわよ。
剣技お見せしよう。私も行くわよ。火の力さやかも倒すよ。ここが火山道か。この先を進めば賢者の塔に着くわけね。はあ、ライガさん、元気出していこうぜ。
くよ。揺らせ、デュア。行くよ。テンションアップ。片付けない。暴れろ。さやか。とは。吹いちゃうよ。フライナーだ。火の力。もらった。よっしゃ。終わりだ。
賢者の塔ってあれかしら。そうみたいだな。残念ながらその通りです。何が残念なのよ。まったく、賢者さんってそんなに嫌な人なの？いえ、気持ちよすぎるくらい気持ちの良い方ですよ。もうさ、ライガのおっさんはほっといて、とにかく先に進もうよ。ああ、やはり来たのか。あ、アツマ、賢者の塔へ行く気か。あんたか。うん、塔屋を救う手段を探しに賢者の塔に行くんだ。無駄だ。なんだと。無駄だと言ったのだ。私はすでに賢者にも会い、八方手を尽くし調べたが、塔屋を救う術はない。けど諦めなきゃ。カリンの時みたいにうまくいくやり方が見つかるかもしれねえだろ。あるいはそうかもしれない。だが救う術の有無はもはや問題ではないのだ。なん？助けを求めていないのだからな。だからお前は塔屋を救うことはできない。嘘つけよ。そんなことがお前にわかるんだ。会って話したからだ。トウヤはお前のことを本当に迷惑なやつだと言っていた。嘘だ。トウヤは本心からクイーン・オブ・アイスと共にいる。嘘だ嘘だ嘘だ。トウヤはもう人間であることをやめようとしている。トウヤは、いや、やつはクイーン・オブ・アイスと融合しようとしているのだ。クイーン・オブ・アイスと。ああ、自らがデビルゴーレムの一部となることで人を超えた存在となること。それが今のトウヤの目的だ。けんなよ。お前の言葉なんて信じられるか。なら
何？今までトウヤがお前に投げかけてきた言葉を思い起こすんだな。あれはトウヤは操られて、どこに操られているという根拠がある？都合のいい願望に過ぎない。トウヤを救うことはクイーン・オブ・アイズから奴を解放することじゃない。今となってはお前の手で殺してやることが賢者ってどこにいるの？塔の頂上にある庵にお住まいです。この塔の頂上ってなんだか暮らしてて不便そうね。そうそう、食べ物とかどうしてるの？いちいち下に取りに行くわけ？いや、ここはゴーレム王時代に作られた建造物で、人工的に食物を生成する装置や半永久的な動力機関などがあり、頂上では何不自由ない暮らしができるのです。それじゃあ一生降りてこなくて平気そうね。確か賢者様は200年は降りていないとおっしゃっていた。え？何歳よ？いや、20年ほど前に一度降りたのだったとか。話はいいからさ、早く行こうぜ。